ジェット大輔プラス。はい、こんにちは、ジェット大輔です。9月になりましたけども、まだまだ暑い日が続くみたいですね。くれぐれも夏バテにはご注意ください。で、今週公開した動画、メロンコーラ、ファミマ限定らしいんですけどもね、なかなか面白いドリンクでした。2本目がレモンビール、これフルーツビールですけどもね、飲みやすい、甘くて美味しかったです。はい、そして次はペンタックス Q、 世界最初ナノ一眼、話題のデジカメですけどね、これのファーストインプレッションをお届けします。そして次がスマホもパソコンもつながるハードディスク、 Android も外からつながります、アップロードもできます、ナスです、ナス。そして次がトッピングが自在のカレー、何乗せてもいいんです。カツカレーとか多分作りやすいカレーなんですけどね、僕は何を乗せたでしょうか。そしてガレージバンドテニス第1回目です。以前予告した通り、人気 Vlogger のミカエラさんとガレージバンドテニスを始めます。お次はギネスドラフト、もう1回飲んでみました。以前ね、凍ってしまったんですよ。カレー客で凍ってしまったんで、もう一回美味しいギネスを飲んでみました。さて、ギネスビールといえば、こんな人もギネスビールを飲んでました。副島マックスこと副島慎吾さん、俳優の方なんですけども、僕の大学の先輩です。この副島マックスを YouTube で一躍有名にしたのが、この本気で猫に襲われてみた。妹の家の飼い猫の刺身さんに襲われるという、壮大なドキュメンタリーシリーズです。ショートムービーとか作るのが副島マックスさんもすごい得意です。短編作品のユースレスネスという作品ではね、 iPhone 数台をマルチカメラで使って撮影されたという、これ僕が主催してる iPhone 3分映画祭の招待作品で、それから米子映画事変でもノミネートされたと。最初はねスタイリッシュに始まるんですけど、もう途中からすごいことになってます。それともう一本、 YouTube ネクストアップで彼が入選した作品、デンジャラスキス、モソボソチューという、自主制作のアクション映画っていっぱいあるんですけど、モソボソチューみたいなね、ユーモアがすごいふんだんに盛り込まれてるっていう、そういう作品はね、やっぱり珍しいですし、見てほしいですね。ネタがたくさん、毎日更新のブログメディア、ネタフルさんより、今週気になったニュースをちょっとピックアップしますね。水で発電する炭酸電池、水電池のポポ、Amazon で購入可能に。炭酸型の電池なんですけども、水を入れて発電するみたいですね。ジュース、ビール、唾液でも発電が可能。これが Amazon COJP でも購入可能になったと。便利なものが気軽に買えるっていうのはすごいいいですよね。さて、今回のお題ですけども、小中高生の方、日本をもっと良くするために大人たちは何をしたら良いですか。何ヶ月か前なんですけども、ある中学生の方からメッセージをいただきまして、革命を起こしてくださいと。これね、結構ショッキングでね、僕はただの有権者なんで革命は起こせないです。まあでも、子供たちが希望を持てない世の中だったら、それは大人は何とかするべきだなと思ったんで、僕のチャンネルのトップページからね、投稿することができますんで、皆さんぜひ一言言いたいということはね、ここぞとばかりに書き込んでみてください。はい、ということで今回は以上です。チャンネル登録もよろしく。ではまた。